DBCLS の活動の紹介ということで、ライフサイエンス統合データベースの川野が、紹介させていただきます。で、今日は今まで、この DBCS のライフサイエンス統合データベースセンターの英語の略称を DBCLS って言うんですけど、この DBCLS は今まで開発してきたサービスを中心に紹介するんですが、今までこの講習会に来られるまで DBCLS のことをご存じなかった方ってどれぐらいいますか？結構半分ぐらいいるのかもしれないですね。で、今まで最初に坂東さんの方から話があったように、DBCLS では統合データベースプロジェクトということで、いろいろなサービス、先ほど串田さんから紹介になった3大サービスだとかを開発していたんですが、坂東さんの方から説明があったように、今年度から、新しい体制になって、その3大サービスっていうのを JS に取られちゃったのですみません口がまた新しい活動をやっています。で、今現在、まず最初に、皆さんにあまり本当は関係ないんですけど、今現在この DBCLS はどういうことをやってるのかということをちょっと最初5分か10分ぐらい使って説明させていただきたいと思います。で、先ほど串田さん のデータベースカタログを見てもらっても分かる通り、すでにデータベースが世界中にたくさんあります。今有名なものを挙げただけでも、例えば、塩基配列データベースの DDBJ だとか、タンパク質の機能のデータベース、タンパク質の機能を集めた、ユニプロットっていうデータベースだとか、タンパク質の3次元立体構造を集めた PDB っていうデータベースだとか、遺伝子の発現情報を集めたデータベースの、GEO、ジーンエクスプレッションオムニバスだとか、あとはいろんな生物種のゲノムを集めた、アンサンブルというのデータベースが、代表的なものとしてはあります。で、こういうデータベースを使うときに、今まで ある研究者の方がですね、例えば自分の興味を持っている遺伝子について、その情報を知りたいと思ったときに、その研究者の人は、塩基配列は DDBJ に見に行って、遺伝子が行動しているタンパク質の機能についてはユニプロットを見に行って、立体構造を知りたかったら PDBJ に見に行って、遺伝子発現情報を知りたかったら GEO を見に行って、ゲノムの情報を知りたかったらアンサンブルを見に行くっていうような、いちいち、いろんな一つの、遺伝子を対象に研究するにしても、いろんなデータベースを見に行かなきゃいけない状況だったんですね。で、そこで今我々がやろうとしているのは、そこに統合検索インターフェースみたいな、名前はよくまだ決まってないですけど、このような感じのインターフェースを作って、で、研究者の皆さんがこの、インターフェースに対して ある遺伝子の情報を知りたいという、検索をかけたら、このインターフェースは裏で、いろんなデータベース、もちろんこれだけに限らずいろんなデータベースに、一度に、問い合わせに行って、で、結果が返ってきて、で、その、返ってきた結果をまた、人が見やすいような形に、整形し直して、検索してきた人に返すというような、ことをやろうとしていて、主にこの裏方の部分ですね、裏方なので本当に皆さんにはあまり関係ないんですけど、この裏方の部分の、技術開発っていうのをやっています。で、たまに指摘されるんですけど、統合データベースということで、なんか一つの大きな統合データベースっていうのを作って、いろんなデータベースをこのセンターに集めて、それをサービスするんじゃなくって、すでに、もういろんなところに存在しているデータベースを最大限活用して、それぞれの、データベースから必要な情報を必要な時に取ってくるというための技術開発をやっています。で、ただ、これをやるにもなかなか大変な問題があって、そういう問題解決を、主に研究してるんですが、具体的にどういうような問題がある、あるのかっていうと、その例の一つとして、ビメンチンっていうタンパク質のこれはユニプロットっていう、タンパク質の機能を
集めたデータベースと PDB っていう、タンパク質の立体構造を集めた、データベースのエントリーなんですけど、よく見ていただきますと、このユニプロットの方にはですね、この微面にちょっと見にくいかな、プロテインネームス、リコメンデッドネームというところにビメンチンというのが書いてあるんですね。で、一方でですね、PDB の方では、ディスクリプターというところにビメンチンというのが書いてある。で、これ両方ともタンパク質の名前を書いてあって、同じ概念が書いてあるんですけど、まあ、人が見れば、これは同じだなというのは分かるんですけど、コンピューターが見ても、このプロテインネームスとディスクリプターと全く違う単語ですから、コンピューターがこの意味を知ってない限り、同じだったら分からないわけですね。なので、こういうもし、こういう同じ概念だけど違う言葉が使われているっていうものがあったら、このユニプロットに書いてある、プロテインネームスのレコメンデッドネームと、PDB に書いてあるディスクリプターは同じ概念ですよってことを、コンピューターのに分かるように、変えてあげるというようなことをやっています。まあ、その他にもこの、ユニプロットではオーガニズムというところにホモサピエンスって書いてあるんですけど、PDB の方ではバイオロジカルソース、これも、人が見れば生物種を表しているということは分かるんですけど、コンピューターは、このもう、ラベルが違うので、同じものだと分からない。まあ、こういう、同じ概念を、まとめていったりだとか、また逆にですね、異なる同じ言葉で書いてあるんだけども異なる概念を区別するというようなことも、必要で、まあ、例えばマウスっていう言葉があったときに、まあ生命科学系の研究者の方が多いと思うので、マウスって言えば、まあ大体こういうネズミのことを表すと思うんですけど、マウスっていう言葉には他にも例えば、コンピューターの、マウスがありますね。まあ、その他にも、舞浜に在住の、マスコット的なマウスもそうかもしれない。で、これらは全部違う概念なんですけど、同じ言葉なのでコンピューターは、区別できないんですね。マウスの生き物のマウスを検索したいと思っても、生き物マウスって入れても、このマウスは出てきてくれなくて、いろんなマウスが出てくる。ちょっと実際にやってみましょうか。例えば Google で生き物マウス、生き物マウスと検索すると、一番上に出てくるのが、マウスで引いた線が生き物になって成長するっていう、まあ、Google は一つの文章の中に、マウスと生き物っていう単語が出てくればヒットしてしまうので、このマウスはパソコンのマウスですよね。まあ、そういう、コンピューター意味が理解できない、マウスっていう言葉の意味が理解できないのでこういうことが起こってしまう。まあ、2番目は生き物のマウスですけど、3番目も、あれですね、コンピューターのマウスですね。あと、舞浜方面のマウスさんもいらっしゃいます。まあ、今まではこういう、同じ言葉の、ものは区別できてなかったんですけど、こういうのを区別できるようにしてやろうということで、例えばこの生き物のマウスだと、この生き物の、それぞれの、マウス、それぞれの概念に対するマウスに ID、振ってあげて、この ID のマウスは生き物ですよ、この ID のマウスは、PC 機器ですよ、でこの ID のマウスは、まあ、マスコットですよ。で一応オフィシャルにはこの、舞浜方面の方は中には人などいなくてですね、独立した生物だということになっているので、もしかすると生き物だって主張する人もいるかもしれなくて、そこは議論の余地があるところなんですが、まあ、一応ここではマスコットということにしておきます。まあ、そうすると、それぞれの概念のマウスに対していろいろ情報をつけることができて、例えば、この生き物のマウスは、染色体が40本あります。まあ、人の場合だったら46本、マウスの場合だったら40本あります、というように、まあ他にもいろんな情報がつく。
でこの PC 機器のマウスの場合にも、まあボタンが1個ありますとか、これは Mac のマウスのボタン1個なんですけど、まあ、2個とか3個とかあるかもしれませんけど、ボタンが1個あります。まあ、他にも電池がいくつとか、ワイヤレスとか、有線とか、いろんな情報がつくわけです。でこの、マスコットさんも、誕生日は11月18日ですと。ウィキペディアで調べたので、11月18日らしいです。まあ、こう区別ができると。こういうふうに区別が、それぞれの、同じ言葉だけど概念として違うものの区別ができると、例えば、まあ、生き物のマウスの染色体を知りたいという、クエリーを検索をコンピューターに投げたときに、この同じマウスという言葉の中から生き物というラベルがついているもののマウスの染色体数というのを調べることができるようになるので、答えは40って返ってくる。まあまあ、おかしな質問ですけど、まあ、例えば仮に、PC 機器のマウスの染色体数を知りたいということをコンピューターに投げてあげると、もともとこの、PC 機器のマウスには染色体という概念がないので、きっと何も返ってこない。まあ、同じようにこの、マスコットの、マウスさんの染色体数を知りたいって言ったときにも、あれヒルトはい、まあ、そんなようなことを、やっています。で今日は DBCLS で提供しているサービスを、紹介していくんですが、今日も、何回か出てきましたが、その前にライセンスの話を少々したいと思います。で何度も出てきてますが、クリエイティブコモンズというライセンスがありまして、で今までは、まあ、著作物ですね、著作権は基本的に何かを、作ったりとか書いたりとかすると必ず著作権というのは自動的についてきて、それは権利者の死後50年まで保護されます。まあ、保護されるか、もしくはその作った方が亡くなって保護期間が切れたりだとか、あと作った方がもう、ご自由にお使いくださいと、権利を放棄しますと宣言してパブリックドメインになるか、今まではこの、オールライトリザーブとかパブリックドメイン、どっちかでした。まあ、ただこれじゃちょっと使いにくいよねということで、まあ、この間を作ろうということで、まあ、オールライトリザーブに対してサムライズリザーブという概念、まあ、共有を促進するために、こういう、ものが作られました。それが、クリエイティブコモンズで、クリエイティブコモンズっていうのは、4つの、条件があって、まあ、それを守りさえすればご自由に使っていただいて構いませんというようなライセンスです。でそのうちの一つが先ほど、串田さんのところにも出てきましたけど、表示っていうライセンスで、これは必ずどこそこから、この文章とか絵はどこそこから持ってきましたっていうような、クレジットを表示すること。あともう一つあるのが非営利、お金儲けに使わなければ、何に使ってもらっても構いませんというような、条件。それから、改変禁止という、そのコンテンツの中身を変えなければ、自由に使ってもらって構いませんというようなもの。そして継承という条件があって、これはその元のコンテンツと同じライセンス、同じクリエイティブコモンズのライセンスで再配布するんだったら自由に使ってもらって構いませんという条件です。この4つの条件を自由に組み合わせて、いろいろな、ライセンス、このオールライトリザーブとパブリックドメインの間で自分の好きな条件で、再利用する条件を指定できるというものです。でこの絵もクリエイティブコモンズの、クリエイティブコモンズジャパンのサイトのから持ってきた絵なんですけども、もちろんクリエイティブコモンズジャパンのコンテンツはクリエイティブコモンズライセンスでライセンスされているので、まあ、こういう、クリエイティブコモンズジャパンでから持ってきましたということを書けば自由に使える。でこのスライド自体も、CC BY でもつけているので、ご自由に使っていただいて構わないというようなものになっています。で我々のセンターで
から発信しているコンテンツはほとんどがこの CC BY っていう、あなたは原著作者のクレジットを表示しなければなりませんという条件を守りさえすれば自由に配布だとか売ったりだとか、あと二次著作物を改変したりだとかしていただけるようなライセンスを、全部ではないんですけど、ほとんどの、コンテンツでこの CC BY というライセンスを採用しているので、基本的にこの DBCLS のから発信しているコンテンツを使う場合にはもうこの、クレジットさえ表示していただければ無断で使用していただいて構いません。で、それで実際に、DBCLS で提供しているサービスを紹介していきたいと思います。で、この DBCLS から提供しているサービスはこの統合ホームページっていう、このページから、全部たどれるようになっていて、このページに行くには統合データベースで検索すれば、多分まだ、トップで出てくると思います。で、この DBCLS から、提供しているサービスは全て無料で使えます。あとほとんどのサービスで登録不要で使えます。なんで全部じゃないかっていうと、一部のサービスではユーザーの皆さんのデータをアップロードしていただいて使っていただくようなサービスがあるので、そういうサービスの場合には、他の人にデータが見られたらまずいとかそういう問題がありますので、そういうサービスでは登録必要なんですけども、ほとんどのサービスでは登録が不要になっています。で、今日はこの中から大体10個ぐらい紹介、時間がないからそこまでいけるか分かんないですけど紹介しようと思ってますが、ただちょっとこのサイトももうなんか、結構幅広いことを やっているのでぐちゃぐちゃになって分かりにくくなってしまっているので、ちょっと、今日紹介するサービスはですね、皆さんが今回の講習会を申し込んでいただいた、この moddb.dbcls.jp-ajax28 から、リンクを貼ってあるので、そちらから、見ていただくことができるようにしています。この、トップページ、多分、皆さんの Mac でホームボタンを押すとこのページが出てくると思うんですけど、これの、下の方にある人材、教材、人材育成っていうところに moddb っていうのがあって、この、ポスターをクリックすると今回の、ページに行けるようになっています。で、この後の、3人話すんですけど、実際の、やってもらう手順とかは、このプログラムのところからリンクが貼ってあるところに書いてあるので、こちらを見ながら、実際には、手を動かしていただければいいかなと思います。私のところはこの、DBCLS の活用の紹介というところをクリックしていただくと、これから紹介するサービスのリンクですとか、実習の内容が見れるようになっています。大丈夫ですかね。まず最初に、コンテンツ系のサービスから紹介したいと思います。最初に紹介するのは統合 TV というサービスで、これはデータベースとか世の中にあるデータベースとか、ウェブツールの使い方を、実際にどこをクリックしたらどう動くのかっていうことを動画にして、配信しているものです。ブラストとかクラスタル W とかプライマスリーとかアンサンブルとか、そういう基本的なツールから結構応用ツールまで幅広く配信しています。で、今日現在で550を超えるコンテンツ、557あって、かなりあるので、大体のものは見つかるかと思います。で、中身も
この学生さんが最初に使うのを想定したような入門コースから、上級者が使うようなものに対応していて、例えばこのブラストだと、ウェブ上でブラストを使う使い方から自分のパソコンの中にブラストをインストールして、自分の、ローカルでブラスト検索をするっていうような、やり方まで、カバーしています。こういう、こういうデータベースとかそういうウェブツールの使い方以外にも、こういう今回みたいな講習会とか、あと DBCLS とか NBDC が、主催する講演会のシンポジウムとかですね、そういう動画も可能な限り、配信しています。で、結構コンテンツ数は550を超えてしまったので、数が多くなってきたので、コンテンツを検索するような、別のサイトも用意しています。またこれこのサイトだけじゃなくって YouTube にも全部アップしてますので、実験の合間とかに iPhone とか iPad とかで、ご覧になっていただくこともできます。で、実際に、統合 TV でもこの上の統合 TV っていうのサイトが元々のサイトで、それを、これはブログ形式で一件一件動画をひたすら投稿していってるんですけど、それじゃちょっと分かりにくくなったので、それを整理したサイトがこの下の統合 TV キュレイティッドというところになります。で、この下の統合 TV キュレイティッドというのをクリックしていただくと、皆さんでクリックすると遅くなるんですが、557個ですね。で、この横に例えばゲノムとか DNA の塩基配列の配列解析をしたかったら、ここをクリックすれば関連する、動画へのリンクがありますし、タンパク質だったらここに行けばいい。その他にも、ここから検索することができまして、例えば自分の、使い方がよく分かんないんだけど使ってみたいツールだとか、あとキーワードでもいいんですけど、そういうのを入れていただくと検索ができるようになっています。例えばブラストとか入れると、もうほぼリアルタイムに検索してくれて、ローカルブラスト、自分のパソコンにブラストをインストールして使うような使い方から、再ブラストっていう、何回もブラストを繰り返してリモートホモログっていうようなものを見つける方法ですとか、系統解析をやるために、どういうふうにブラストを使えばいいのかっていうような、説明を、動画で見ることができます。で、今日の、今日紹介するサービスにもほとんど動画が説明する動画がありますので、もしちょっと今日はあまり時間がないので駆け足にならざるを得ないと思うんですけど、もし興味があるサービスがありましたら、この統合 TV の番組を見て使ってみていただければと思います。で、次に紹介するのは、ライフサイエンス新着論文レビューという、サイトです。サービスです。で、これは何かっていうと、トップジャーナル、いわゆるネイチャー、セル、サイエンスと、その姉妹誌ですねに掲載された日本人を、筆頭著者とする生命科学分野の論文について、その、実際に英語の論文を書いたその本人が、日本語で、レビュー記事を書いていただいているというようなサイトです。で、でこれはどういう人たちを対象にしているかっていうと、もちろんその自分の専門分野の人はその現地論文を読めばいいんですけども、ちょっと専門を外れると出てくる単語が分からなかったりだとか、専門用語が分からなかったりだとかよくあると思うんですけど、そういう人でも日本語であればより理解がしやすいでしょうということで、生命科学分野における、専門分野がちょっと違うような人を対象にしています。で、この、
レビュー記事はですね、すべて一昨年ぐらいまでですかね、タンパク質拡散酵素っていう雑誌があったんですけども、そこで編集長をしていた飯田っていうのが今現在この DBCS におりまして、その飯田がすべて、目を通して文を直しているので、統一した用語だとか、そういう、とにかく編集者の目が一度通ってますので、分かりやすいという特徴があります。またこの全てのコンテンツはですね、クリエイティブコモンズでこれも配布してますので、自由な引用転載裁量が可能で、現在280を超える記事があります。で、実際にこの、firstlifescience.jp というところをクリックしていただくと、こういう今日2月10日の今日アップされた、これは Nature Structural Molecular Biology に、元論文が掲載された、論文を日本語で読むことができるようになっています。でこういう絵とかも全てクリエイティブコモンズのライセンスで配布してますので、下の方に、どういうクレジットをしてくださいっていうことが書いてあるんですけど、これですね、この文章をさえ入れていただければスライドとか自由に使っていただいて構わないということになっています。で多分今日も研究者の方が多いと思うので、もし皆さんがこういうトップジャーナルに論文を掲載された際にはですね、飯田の方からお願いがいくと思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。で、次に医学薬学予行集というのを紹介します。これはもともと昨年度まで JST の JDREAM2 という、文献サービスですかね、それの、一つだったものなんですけども、JST さんの方が続けられないということだったので、我々の方で、引き継いで公開することになりました。ただこの JDREAM2 っていうのは有料サービスでして、で我々は無料で公開しているので、一度この、JDREAM2 の医薬学部予行全文データベースに、入っていた学会さんに全て再確認をして、無償でも公開していいよといった、学会さんのみを、掲載しています。いろんなキーワードで検索可能で、要旨の内容は PDF で見ることができるんですけど、一つ気をつけていただきたいのは、このコンテンツは我々が作ったものではなくって、もちろん書いたのはその著者の人たちだったりとか、学会に著作権があるので、再利用する際にはちょっと気をつけていただきたいというものです。あともう一つ、コンテンツ系のサービスで紹介したいのが統合ピクチャーギャラリーというものがあります。これは誰でも自由に利用できる生命科学分野のイラスト集で、モデル生物だとか実験器具だとか実験装置なんかの、イラストが入ってます。で皆さん何かの発表とかに絵とかを使いたいときに気にされる方と気にされない方がいるかもしれませんが、全ての絵とか写真には著作権があるので、勝手に使うとまずい場合が多いわけですね。でもこの、統合ピクチャーギャラリーから、出しているコンテンツはクリエイティブコモンズライセンス配布しているので、クレジットさえしていただければご自由に使っていただいていいと。またJPEG とかそういう固まった絵の形式で配布してるだけじゃなくって、Adobe のイラストレーターの形式だとか、あとスケーラブルベクターグラフィックというような後から編集可能な形式でも配布しているので、自由に改編もしていただけるようになっています。というのが、コンテンツ系の、サービスの紹介で、次に、
アリーというサービスを紹介します。これはあの、生命科学分野で使用される略語の正式名称を検索するというようなサービスで、パブメドですね。パブメドの中で、パブメドのアブストラクトの中で、正式名称、括弧、略称みたいなのがあるのを集めてきて、どういう、略称があるのかと。もちろんあの分野が違うと全然略称が違ったりしますので、初めて、ノーム読む学生さんとか略称ばっかりで何が何だかわからないみたいなことがありますので、そういう時に便利なサービスになっています。でアリーはですね、この、aridbclss.jp というところにあれ行けまして、実習としていろいろな略語の展開系を調べてみましょうということで、適当な略語を入れていただくと、例えば定番の SPF、例えば SPF とかで検索すると、これはあの使われている論文の中に出てきた回数順に相当されていて、で一番使われているのはスペシフィックパソジェンフリーっていうあの SPF 豚の SPF ですねが、論文の中で一番使われていて、であのいつ頃から使われ出したのかっていうのも分かるようになっていて、最初に出てきた、文献1961年のこの文献で最初に出てきましたよっていうことが、出てきます。その他にもあの S フェーズフラクションだとか、サンプロテクションファクターっていうあの日焼け止め の, あの SPF 何十ってやつですね、それの略語としても使われています。それは1968年頃から使われ出しているということが分かります。こういうふうに、ある略語の正式名称を知ったりだとか、正式名称からあのどういうような略語がよく使われているのか、論文を書くときとかに、そういうのを調べたりすることができるようになっています。で次に紹介するのが、InMexis というサービスで、これはあのこれもあのパブメドのアブストラクトの中に出てくる英語表現っていうのを高速に検索するサービスです。これも、いろいろ適当に、単語を入れていただくと、どういう英語表現、その単語に関係するどういう英語表現が多いのかということを高速に調べることができます。例えば、インフォメーションに続く前置詞は何かとか、そういうことを調べることができます。で、実際に、やってみていただくと、で今あの4文字ぐらい入れるとあの自動的に、検索がかかって、今インフォまで入れるとあのこのインフォメーションオンっていうのが、文献中に、9万800回出てきましたということが出てくるので、インフォメーションに続く前詞はオンなんだなということが分かります。で実際に、このここをクリックしていただくと、その文の、前後も表示できるようになっていて、でその前後の文字でソートすることができるので、インフォメーションオンの後には、こういう単語が来やすいだとか、あの名詞が来やすいだとか、動詞が来るだとか分かったり、主語前でソートすると、インフォメーションの前には、あのインフォメーションは不可算名詞なので当たり前ですけど、あの漢詞が来ないとかのが分かったりします。こういうふうに、実際の論文中で使われている英語表現っていうのが検索できるので、あの
論文とか書くときに、非常に便利なんじゃないかなと思います。で次に、目次のサービスっていうのを紹介したいと思います。で一応目次サービスには3種類あって、あの DNA のデータベースの目次と遺伝子発現バンクの目次と、あと次世代シーケンサーのデータの目次があります。でこの DNA の、目次はあの DNA のデータベースでは、DDBJ エンブル、あの日本の DDBJ とヨーロッパのエンブルとアメリカのジェンバンクっていうのが協力して作ってますけども、このデータベースではもともと配列1本に対して、1エントリーなんですね。1エントリー登録されるんですけども、最近の研究だとあの CDNA を丸ごと読んじゃえとかそういうようなプロジェクトが多いので、まあ、例えばその一つのプロジェクトの中で CDNA を1000本読んだら、この一つの、関連する実験データなんだけど、このデータの中では1000個のエントリーに分かれてしまう。まあそれを、全部ダウンロードしようと思って、あの1000回クリックするのが大変なので、まあ、そういう、一つの関連する情報は、プロジェクトって我々呼んでるんですけど、あの一つの関連する情報を一つにまとめちゃって、それをまとめてダウンロードできるようにしようと。でそういうプロジェクトをあの生物種ですね、まあ、生物種といってもあのざっくり人以外はざっくり霊長類とか月死類とかそういうような分類なんですけど、それと研究の方ですね、メッセンジャー RNA を読んだ研究だとか、DNA マーカーの研究だとかそういうような、プロジェクトそれぞれのプロジェクトを生物種と研究の方で分類して、そこからあのデータをたどれるようにしているような、サービスです。で、あの DNA のデータベースの、ソーランド原作はここからいけて、まあ、例えば、植物のメッセンジャー RNA を調べたプロジェクトの中で最もデータ件数の多いものは登録件数が 何件あるでしょうかというときに調べるときには、ここのサイトに行っていただいて、みんなで行くと重くなるんですが、例えば、植物の今これあの全ての生物種の全てのプロジェクトが選択された状態なんですけど、植物の植物の、メッセンジャー RNA のプロジェクトっていうのは、3万4000件ぐらいあって、で今これあの登録日順で、相当されてるんですけど、サイズ順というところをクリックするとサイズ順で相当し直されて、まあそうするとあの植物のメッセンジャー RNA のデータで一番データ数が多いのはこの、インサイトインというコーンなんだかっていう、コーンの研究で、レコード数が 36,394 本の配列がこの一つのプロジェクトで登録されましたというのが、分かります。でこのこの詳細っていうところをクリックしていただくと、まあ、この、研究プロジェクトの詳細が出てくるんですが、この一番上のところにダウンロードっていうのがあって、このアクセッション番号だとか、あの配列のファスタ形式のファイルだとか、あと DDBJ の、登録レコードのフラットファイル形式のファイルをすべて、まとめてダウンロードができるようになっています。で、
DNA の、遺伝子の発現バンクの目次も同じような感じで、生物種 と、プロジェクトとどういう実験手法でやったのか、あと、その、どの臓器を使ってやったのかっていうような3次元で分類するような、目次が作られています。あと次世代シーケンサーのデータも、この sradbcls.jp というところからいくと、ちょっと遅くて出てこないですが、これも、次世代シーケンサーのデータっていうのはシーケンスリードアーカイブっていうところに今どんどん溜まっていってるんですけど、それのどういう研究プロジェクトで、取られたのか、例えば遺伝子発現の遺伝子発現解析のために取られたデータなのか、メタゲノムのデータなのか、普通のゲノムを読むために取られたデータなのか、それともリシーケンスのデータなのかっていう、そういう研究の種類、目的ごとの分類だとか、あとどのプラットフォーム、解析プラットフォームを使って取られたデータなのか、イルミナのハイセック2000を使って取ったデータなのか、ソイットを使って取ったデータなのかっていう、そういう機器分析機器別の、たどり方、そしてどういう生物種を対象に、したデータなのかという、そういう生物種からたどり方っていうような、たどり方ができるようになっています。でもう一つ、この次世代シーケンサーのデータの検索の仕方はもう一種類ありまして、この鎖の子っていうのを、提供しているんですけど、これは次世代シーケンサーのデータにメタデータっていうのが全てついています。どの生物種を使って、どのプラットフォームを使って、どういう処理をして、どうなったかっていうのと、あとそれに付随する論文ですね、論文のアブストラクトをそれにくっつけて、キーワードで検索して、その次世代シーケンサーのデータを見つけるというようなものです。こちらは実際の本の目次と同じで、本を開くと最初に目次があって、第1章第何節で、その目次を見て自分の見たい、データを探すっていう感じなんですけども、こちらはキーワードを使って最後の一番最後の作品を見て、自分の欲しいデータにたどり着くというようなたどり方になっています。時間がないのでこれで最後。でもう一つ、ggRNA というのを紹介したいと思います。これは Google ライクな RNA 検索エンジンということで、こういう名前がついたらしいんですが、呼び方は Google なというらしいです。でこれはさまざまなキーワードから遺伝子を簡単に検索することができて、例えば遺伝子名だとか、いろんな ID ですね、アントレのジーン ID だとか、ADCBI、レフセックの ID だとか、あとマイクロアレイのプローブだとか、あとこういう ID だけじゃなくって、実際の DNA の塩基配列だとかアミノ酸配列からも検索することができて、こういう、曖昧な塩基を含む配列も検索できたりだとか、DNA の塩基配列のミスマッチを許すような配列も検索可能になっています。でこれは短い配列でも検索できるので、例えばプライマーとかを設計したときに、ブラストとかじゃちょっと短すぎて多分検索できないんですけど、これを使うとその設計したプライマーがどこに当たっているかとか、あと、そのプライマーが複数の箇所に当たるか当たらないかとか、そういうことが調べることができます。
ちょっと時間がないので、やる暇がないですが、実際に、まあ、ここに下に書いてあるような、まあ、ちょっとやってみましょうか。せっかくなので、まあ、こういう、フリーワードだとか、ID だとか、ちっちゃいですね。フリーワードだとか ID だとか遺伝子名だとか文献情報だとかマイクロアレイのプローブ ID だとかこういう実際の配列からも検索することができます、まあ、例えばこういうのをクリックすると今この CAAGAA なんだかっていう配列は人の、トランスクリプトの12個のトランスクリプトにヒットしてこの部分に当たってますと。でこれをクリックすると、隠しすぎとか。まあ、これがよく見る、レフセープのエントリーですけども、その中で、今クエリにした配列はここに当たってますよということが、出たりします。まあ、配列でもキーワードでも ID でも何でも検索できるので便利に使えるかなと思います。で最後にレフェックスっていうのを紹介します。これは人とマウスとラットにおける遺伝子発現データのリファレンスとなるデータセットです。ある遺伝子が、それぞれの臓器で、どれぐらい発現しているのかですとかその臓器特異的に発現している遺伝子は何か、あと、この EST とジーンチップマイクロアレイですね、それとケージと RNA シークっていう4種類の、発現4種類の、別の方法で測定した、発現データが入っているのでそれぞれの、プラットフォームの違いにどういう発現量の特徴があるのかというのを比較することができるようになっています。で例えば、アルブミンっていうタンパク質の各臓器の発現量を調べたいっていうときにはここの検索窓のところに ALP とか入れてあげて検索すると この ALB に ALB を含むようなものは全部出てくるんですけどアルブミンっていうのは一番上なのでこれをクリックするとまず一番上の方に、このアルブミンに関する情報ですね他のデータベースの ID ですとか、遺伝子名ですとか、遺伝子ファミリー下の、GO のどういう GO がついているかっていうような情報そういうアノテーション情報が、上にあって、その下に、各プラットフォームで測った時の最も発現量の多かった臓器での絶対発現量があってその下にいろんな臓器での発現量っていうのがこういうふうにグラフィカルに表示されるようになっています。で、この一番下じゃないですねその下にどういうこのどの色がどの部位にどの臓器に対応するのかっていうのが書かれていて、ピンクはノーと、こういう大きな、10個の分類とそれをさらに細かく分けた、ノーでも大脳とか小脳とかいろいろあるので、そういう細かく分けた、全部で40個に分類してるんですけど、それの相対値のデータっていうのが、10分類だとこれ40分類だとこういうふうに、各臓器で、アルブミンがどれぐらい発現しているのかというのを見ることができます。で、アルブミンというのは
肝臓で作られるというのが分かっているので、このこうですね、肝臓のところで、まあ、比較的高い発現量があるというのが分かります。でこの、このデータを実際に取ってくるにはですね、この一番上にダウンロードというところがあるので、ここから、まあ、例えば、マイクロアレイの、組織の十分類の発現データを取ってきたいと思ったら、ここをクリックするして、ちょっとダウンロードに時間がかかってますけど、まあ、こういうふうにして、まあ、これ一応全遺伝子のデータが入ってるんですけど、ダウンロードすることができます。で実際に先ほどのアルブミンの生データを取りたいと思ったら、アルブミンの、プローブセット ID っていうのはこの211なんだかなので、これを、これで検索していただくと、このこの列ですね、この行が、実際のアルブミンの、脳から順番に、対応する生データがこういうふうに、取れるようになっています。ということで、駆け足で紹介してしまったので、ちょっとあんまりよくわからなかったかもしれないですが、もし興味がある、サービスがありましたら、統合 TV とかを見ていただいて、実際に使ってみていただければと思います。で最後に、ライフサイエンス QA っていうのもやってまして、これは何ですかね、生命科学のヤフー知恵袋みたいな感じで、生命科学に関係する質問を投げると、それの回答が返ってくるというようなサイトです。で今のところインフォ系の、質問が多いんですけど、実際 の, インフォに限ったものではなくて、ライフサイエンス全般に関する、質問も受け付けてますので、ぜひ何か分からないことがあったら、こういうサイトで、質問してみていただければと思います。駆け足でしたが、以上で終わりたいと思います。